後崎チャンネル。ちょこんにちは。さあ今日はですね、はい、まあ、やりたいっていう声がたまにちらほら上がりますけど、うん、絶対に行われない野球の世界一を決める、うん、まあ、サッカーでいうとサッカーのクラブワールドカップっていうのはこのチーム、はい、だから要は日本だとアントラーズとか、はい、レアルとか、はい、バルサとか、うん、そういったところが戦い合って世界一のクラブを決める大会あるじゃないですか、はい、野球はなぜ行われないのか。あっても面白いですよね。面白いとは思うんですよね、うん、そのサッカーみたいにね、はい、その世界一を、うん、だから毎年やらなくてもね、うん、その何年に1回っていうのはあっても面白いかも分かんないですね。そうですよね、大陸ごとにクラブチーム出してきて、うん、そう、うん、だから要はね、に日本、うん、韓国、台湾とか、うん、とかメジャーとかね、はい、まあ、あっても面白いなって思うんですけど、うん、絶対に起きないんですよ。え、もうこれできないんですか。多分俺は絶対できないと思う。考えつく理由は、うん、なんだろうな、これやっぱ国が少ないからとかですか。まあでも国少なくてもやろうと思ったらできるじゃんね。できます。頂上決戦でね、うん、日本とアメリカだけとかでもまあ、はい、やろうっちゃできるし、うん、できますね。別に韓国とか入れても予選して、うん、アジアで勝ったチームと、はい、じゃあアメリカ、メキシコとかね、はい、うん、そっちで勝ったチームととかでもできるじゃん、ね、巨人対ヤンキースとか面白いですね、うんうん、でも絶対できない。なんで絶対絶対できない。その大会が決めない。歴史が証明してる。歴史、うん、メジャーリーガーがなんかこう負けるの負けたくないって言ってやってくれないとか、そんなことないですよね。 WBC とか言ってる、うん、そういうこと。歴史どういうこと。ヒント。いや、まんまよ、まんまなのよ。まんま、うん、まんま。開催する球場が難しい。だから昔日本でもあったじゃん、アジアチャンピオンシップって言って、はい、日本、韓国、台湾、中国で優勝したチーム、はい、中国は代表チームだったけども、はい、あの優勝したチーム同士が集まって、はい、そのアジアチャンピオンを決める大会があったのよ、はい、2005年が第1回目で。できるじゃないですか。でもなくなったのよ、はい、2005年から3回まではコナミカップアジアシリーズだったんですよ。へ、はい、で2008年がアジアシリーズ2008年、はい、で日本で4年間やって、うん、で2009年開催中止 で、はい、で2009年開催中止になった時は日韓クラブチャンピオンシップって言って、はい、長崎で巨人とキアタイガースがやって、2010年はなかったのかな。でもなんかあったりなかったりするんだよ、はい、じゃあできなくはないんですか。うん、でももう今はない。それがあることが理由でできなくなったってこと。うん、まあ、俺も戦いながら、まあ、それはもう日本がメジャーでやってくれって言っても、まあ、それはこれはもう絶対できないなと思いました。どういうこと。メジャーとやりたい人できない。うん、なんでお金がかかる。まあでもスポンサーがつけば、まあそうですよね、つかなかったらまあできないんだけど、うん、スポンサーがつけばできるじゃんね。できますよね、お金出せますよね、うん、メジャーリーガーに。しかもメジャーの、はい、ワールドチャンピオンのチームと、はい、じゃあ日本シリーズで優勝したチームが戦ったら、はい、100% 日本のスポンサーつくと思う。つきますよね、うん、見たいもん、うん、こんな見たい人いますよ。うん、でも絶対起きない。それはもう日本が証明してる、自分たちで絶対起きないっていうこと。 NPB と仲悪いんですか。いや、そういうことじゃない。違う、うん、日本が証明してるんだよ。証明してる。ああ、ヒント、うわ、当てたいよ。もう今のでもすごいヒントだよ。もう日本が証明してる。俺はもう実体験でそう思う。日本が証明してる、うん、それをもうできなくしてるのは、はい、日本の姿勢がそれをもうできなくしてるからね。日本の姿勢、うん、どういうこと。全然日本なんか姿勢悪いんですか。ギブですか。ギブです。わかんない。わかります。正解はですね、はい、自分たちが格上だと思ってるチームは真剣にやんないんですよ、はい、ベストメンバーで戦わないんですよ。メジャーが、はい、ああなるほど。じゃあ、はい、もしヤンキースが、はい、そのメジャーの中で1位になったとなったとしても、はい、多分ジャッジとかは来ないです。へえ。俺はもう2005年アジアシリーズで戦ったり、はい、2010年も日韓シリーズって言って、はい、韓国とやったけども、はい、俺はもうそれを戦った上で、はい、日本もそういうアジアシリーズとかの時に日本シリーズで戦ったベストメンバー組まないか、うん、勝てるって思うし、うん、あと力入れてないからそこまでやんなくても勝てるから、はい、若手選手の経験にさせようぐらいの感じ。そう、それでも勝てるしみたいな。はあ。同じメンバーで戦わないんだよ、うん、
勝てるからって、はい、だから多分、うん、メジャーもベストメンバーでこれと、はい、ああ なるほどそれじゃちょっと見応えがないですね。で、うん、負けたとしても、はい、まあ別にみたいな、大事なのは、うん、メジャーだったワイルドチャンピオンになることで、うん、別にこれで負けてもねみたいな、うんうんうん、まあ別にみたいな、はい、日本でもよ、うん、日本シリーズに優勝することで目標にしてるから、はい、まあ、別にアジアシリーズでまあ負けても別にみたいな。あ、だからあれか、サッカー そのクラブチャンピオンシップみたいな価値みたいなものがまだないわけですね。そうだからサッカーは多分ですけどね、うん、クラブだから日本だったら、はい、J リーグで優勝するのはもちろん、はい、ACL に優勝する、うん、後はその本戦に出て、うん、それはあのヨーロッパから勝ったチーム、南米から来たチームに勝って世界一のクラブになるっていうのを最初から目標にした上での J リーグ戦ってると思う、はい、そっか。でも野球の場合、はい、でも圧倒的に日本シリーズよりアジアシリーズの方が価値が下がるのよ、はい、でワールドシリーズより世界一を決めるチャンピオンシップが価値が下がるのよ、うん、もう絶対続かないのよ。あ、そうですね。でも多分サッカーは J リーグの優勝を決める試合よりも、うん、チャンピオンズリーグの決勝戦の方が多分価値高いと思う。いや高いでしょうね、うんうん、ってなった時に盛り上がるじゃんね、うん、でよし ACL 勝って、はい、アジアで1位になってよし乗り込んで、うん、じゃあレアルやバルサやマンユーや、うん、そんなとこ戦って勝って、うんうん、世界一になろうみたいな、はい、え、なんでそんなに違いがあるんですか。だって価値ありそうなのに価値を見出してないわけですよね。だからもう文化もそうだし歴史、やっぱ歴史とかね。そうそうそう、だから、うん、だって日本のチームがそうやってアジアに向けてそうしてるから、うん、それはもう自分たちもそうしてるから仕方ないよね。そうですね。でも言うわけよ、だってそれでも勝てるしみたいな、はい、ただメジャーのチームもワールドチャンピオンになったチームは、うん、日本のチームと戦うのまあ別に出なくても勝てるっしょみたいな、うん、感じくるわけよ。で、そうなるとつまんないじゃんね、うん、だからやっぱ長続きしないから、はい、まあ、そういうところがやっぱり野球のそのクラブチャンピオンを決めるのが多分成立しないところ、うん、WBC ではメジャーリーガー出てくるのに国だから。あ、そうか、国対抗だからか、うん、そっか、国のそれ以外に国のやつがないじゃん。はい、ないですね、うん、だから要は自国のリーグの優勝の価値が最上位にあるのよ。はいはい、それ以外のところが下に下がるからやっぱ盛り上がらないんだよ、うん、そっか。メジャーリーグのこうワールドシリーズ、うんうん、チャンピオンになったらもうそれで世界一って思ってるしかないよね。そうそう、なんなんですよ。だから日本はね、はい、そこが世界一だと思ってるから、うん、いや日本も強いんやからそことやらせてくれよみたいなってなりますよね。けどこっちの人たちはやる意味ないのよ、もう自分たちが世界一だから、うん、ってなった時に、はい、じゃあやってもいいけどみたいな出てきたらお前なりがの選手ばっかりみたいな、うん、っていう可能性もあるよね。で負けたところで、うん、まあ、別にみたいな感じになるじゃんね、はい、うん、日本もアジア各国あるけども、うん、はい、いや別にだって俺ら一番強いでしょみたいな、まあ、日本は日本が一番強いと思ってる人ありますよね。でそしたら戦力抜いてても戦っても勝てるからなるじゃんね、はい、だから盛り上がらないじゃん、だから長続きしないから、うん、結局自分らがそうしてるからされちゃうんだよ、うん、これはやっぱ大会に価値をこう見出していかないといけないですけど、やっぱちょっとそうですね、国に対してのレベルの差ってはもちろんありますし、うん、だからなんかもうヨーロッパぐらいで最強の野球チームを作らないと無理やと思う、はい、そうですね、対抗できるような、うん、サッカーだとね、ヨーロッパと南米っていう、やっぱこうね、ブラジルを中心としてアルゼンチン、南米と強いクラブチームが多いし、うん、で、こう、分かれてるじゃん、はい、東と西に、うん、で、そこで戦うから、だって昔は日本とか出れなかったからね、うん、チャンピオンズリーグ勝ったチームと、はい、南米選手権勝ったチームだけが戦ってた、うん、トヨタカップっていう、はい、でそれが広まって、うん、日本のクラブチームも出れるようなシステムになったけど、うん、まあ、そこのこう対抗意識がいるわけよ。そうですね、だからその一緒のレベルまで上がらなきゃいけないから、うん、多分メジャーリーガーは日本の野球に対抗意識持ってないから。そうですね、日本がこう見てるだけで向こうはこう見てないから、うん、無理なんだよ。こう見る存在のクラブを作らないと無理だね。しかもメジャーリーグってやっぱこう世界からいい選手が集まってきてるしってなっちゃいますよね、うん、もうサッカーでいうと、うん、リーガーだけしかないみたいなね。そうですよね。そうですよね。もう全員リーガー、全員スペインのリーグいますみたいな。そう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 。でそうだね、だからそういうところをもっとこう広めていって、うん、もう二大巨頭じゃないけどヨーロッパ最強イタリアなんとかかんとかかんとかっつって、はい、もうえげつないよっていうのが出てきたら、はい、面白いかもわかんないけど、はい、なかなかちょっと厳しいね。そうですね、世界にもっともっと強いチームっていうのがあれば、うん、でもそういうところを広めていけば、うん、もっと WBC
チームも盛り上がるし、うんうん、この話はねまた次回します。また次回、はいはい、あるんですよ。あるんですか、はい、話、はい、ネタはね、はい、でもまあなかなかねこういう現状だとやりたいって言ってても、うん、まずは日本が真剣にアジアのレベルを上げていかなきゃいけないですね。各国のね、で自分たちも真摯にそういうところに向き合っていかないと上にもされちゃう、さらされちゃうことですよね、うんうん、あ納得しました、はいはい、でもまあ見たいですけどね。見たいです。だからそういうところも地道にね、はい、50年後100年後にはね、はい、なるような世界になってほしいですね、うん、そうですね、はい、私たち生きてるかな。もう生きてないでしょ。ライブやるんですよ。ネットじゃ言えないからライブやるんですよ。残念ながら何でも答えれるんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。YouTube でも言えないことを言っちゃうんですよ。いや会場出たら全部忘れてほしいですよね。その代わりあの出口出たら忘れてください。ぶっちゃけすぎですよね。ぶっちゃけすぎですよね。使いどころが違うんやーって強制送還する。